苫小牧漁港にある、マルトマ食堂は、基本的に漁師の方が利用するお店ですが、美味しさ、ボリューム、安さもあって、旅行者の人気も高い店になっています。日曜、祝日が休みで、14時閉店ということで、道南を回った2018年に、北海道に着いて、すぐの朝食で利用し、その後2021年の道内最終日に昼食で利用しようとした際は、東京五輪に伴う祝日移動でお休みでした。そして2年前のリベンジを果たすことが、2023年の北海道遠征第一の目的だったのですが、とんでもない事態になってしまったよ。例年のパターンだと、フェリーからの下船後は、しばらく原道を走るのが普通ですが、第一の目的地である苫小牧まで一気に南下すべく、サッソン島に乗ることにしたよ。
苫小牧まで行く前に、セイコーマート、金山 PA 店によって、例のものをゲットしましょう。北海道に来たら、やはり、ソフト活源は欠かせませんね。しますが、前回2018年当時は苫小牧東 IC から日高道を経由して苫小牧漁港に向かいましたが、2020年に苫小牧中央 IC が療養していたので、そこで降りるよ。満車になってしまったので上の駐車場のご案内。 あそこで1台空いてない？あ、手前か、あの白いやつの。空いてました。すいません。幸いにして駐車場は1台分だけ空いていたよ。カレーでしたので、今
マルトマトンを選んだよ。席について注文を聞かれるまでに15分程度かかり、注文してしばらくしてお味噌汁が来たのですが、ここからが長かったよ。9時30分過ぎになって、やっと注文した、マルトマ丼がやってきたよ。甘エビ、ホッキ貝、マグロ、ホタテ、ウニサーモン、サバなどなど、いろいろな海鮮が、一つの丼に凝縮されています。まずは、苫小牧の名産である、ホッキ貝からいきます。まだ行列が続いていました。
あの並んでいる人たちはいつになったら食べることができるのでしょうか。次の目的地に向かいましょう。間違いなく美味しいし、ボリュームたっぷり。それでいて、これで1500円というのはリーズナブルです。しかし、待ち時間があまりにも長すぎました。おかげで、道内初日に予定をしたスケジュールが完全崩壊し、プランを次に移行せざるを得なくなったよ。